新垣新太議員。以上、休憩。休憩いたします。以上、休憩で訂正を求めます。大項目4の新しい那覇空港についての括弧1をまず取り下げます。そして括弧3を取り下げて、括弧2に那覇空港中長期構想についてに訂正させていただきます。どこですか。で、執行部とは調整中で、しっかり調整の済みですので、訂正を求めるということで、お願いします。再開いたします、新垣新太議員。はい、大項目1、県道77号線、括弧平和の道について、進捗状況と取り組みについて伺います。前川智弘土木建築部長。はい、平和の道線は糸満市山城から前里までの約 7.8 キロメートルの区間について、平成20年度に事業を着手し、令和4年度末の進捗は事業費ベースで約 46% となっております。また、用地取得率は令和4年度末の取得面積ベースで、山城キャン工区が約 23%、キャン前里工区が約 96% となっております。県では、去る10月に地元説明会を開催し、事業進捗を図るため、糸満市は地元と連携して用地取得等に取り組むことを確認したところであり、引き続き早期供用に向けて取り組んでまいります。新垣新太議員。理解いたしました。改めてまた再度質問します。那代キャン線は今、現状、那代キャン線、2つのルートの中のまず1つ、那代キャン線のルート。で、なぜ今、完全開通ができてないのか伺います。休憩いたします。再開いたします。前川智弘土木建築部長。はい、失礼いたしました。当該区間につきましては企業誘致がございまして、その取得に時間が要しているというところでございます。新垣新太議員。いつまでこの時間はかかるんですか、伺います。前川智弘土木建築部長。はい、現時点においていつまでに解決するという期限を明記することは困難でございますが、引き続き地元と連携し、当該企業誘致の取得に向けて取り組んでまいります。新垣新太議員。今、そこに平和の道のこの77号を通っているときにホテルがあります。で、ホテルとしても今、妨げになっているということも関係各位から私も相談を受けています。そこの部分だけでも、この前里キャン地区、急いでいただきたいんですね。そこを今、調整中ってなるんですけど、もう目処を言わないと、非常にホテル側のかわいそうなんですよ。だからそこをどうにか観光客が喜んで、イライラしないようにね。渋滞を緩和させてあげたい、スムーズにさせてあげたいという思いで、どうにか目処が言える努力も頑張っていただきたいんですけど、改めて伺います。前川智弘土木建築部長。はい、ホテルが開業し、アクセスに関しまして、観光客の皆様等にご迷惑をおかけしているという点については認識をしております。期限については明確に申し上げることは困難でございますが、引き続き用地取得に取り組んでまいります。合わせましてホテルへのアクセス等につきましても、可能な対策を講じてまいりたいと考えております。はい、新垣新太議員。今年からまた来年観光客数が増えて、ぜひまた苦情等がないようにですね、ぜひ、頑張っていただきたいと、早く急いで頑張っていただきたいとエールを送ります。さて、キャン山城線なんですけど、先ほども、住民説明会本当にありがとうございます。その中でですね、キャン五港区自治体とまた糸満市との連携、それをより強い連携を図っていただきたいんですよ。で、前里、キャン線の時は県が非常に自治体との連携がすごかったと私も評価いたします。で、それと同様に今度は、キャン山城線にも、同じように目を向けて向き合って情報も提供して、お互いが早くやりましょうという形でスムーズに、頑張っていただきたいんですね。私が強く言いたいのは、今 31% の取得の同一キャン山城線、そして企業が持っている 33% の土地の取得、残り 34% の部分をキャン五港区の自治体と
いかに早く頑張ってほしいかってことを、連携をスピード感を持って頑張っていただきたいんですよ。その力強い答弁とやる気を伺いたいと思います。前川智弘土木建築部長。検討いたしましては、当該道路の重要性については十分認識をしているところでございます。これまで地元説明会におきましても、糸満市の関係各課、それからキャンク、山城、福祉等の各自治体と連携させていただいております。引き続き、早期共有に向けて取り組んでまいる所存でございます。新垣新太議員。ぜひ、スピード感を持った強い連携を期待しています。頑張ってください。続きまして、大項目に糸満地区の土地改良の進捗状況について、括弧1、糸満地区土地改良整備の進捗状況について伺う。前門直美農林水産部長。はい、お答えいたします。糸満市における土地改良関連事業については、県営6地区、団体営4地区で事業を実施しております。糸満市全体の事業費は約175億円、令和4年度末の進捗率は事業費ベースで 62.8% となっております。糸満市南部地区の冠水被害解消については、県営水利施設整備事業真壁南地区ほか3地区で対策を実施しており、一定の効果が発揮されております。県としましては引き続き関係機関と連携し、事業の早期完了に努めてまいります。以上でございます。新垣新太議員。はい、ありがとうございます。本当に農家も、喜んで期待をしていますので、早く事業が完了するようにですね、頑張っていただきたいということを強く求めます。そしてまた、土地改良すると、やはりちょっと地盤性、地質性っていう言うんですかね、私の地元、結構冠水がひどい地域なもんですから、そこを改めて伺います。括弧に、糸満市山城地区の公衆道路の整備における糸満市との連携について伺う。この地権者が特に冠水に対する問題に危機を持っているものですから、質問しているので、答弁を求めます。休憩いたします。再開いたします。前門直美農林水産部長。はい、お答えいたします。糸満市山城付近では、県営農地整備事業福地第1地区の事業を実施しております。糸満市からは地区に隣接した集落道路の舗装の要望があると聞いております。県としましては糸満市と連携しまして、対応方法について調整を進めてまいりたいと思います。新垣新太議員。ありがとうございます。非常に土地改良を認めた方、非常に、認めた方でですね、親の代々から土地をこれやるなやるなとか、いろんな形で苦労した方のあれで、せめて道路だけはきれいにしてほしいと、冠水するリスクがあるものですから、きれいな形でアスファルト敷いてあげてですね、県としての配慮を強く求めたいんですけど、改めて部長の見解を伺います。前門直美農林水産部長。はい、引き続き糸満市と連携して、対応方法等もですね、調整を進めてまいりたいと思います。はい、新垣新太議員。はい、ありがとうございます。続きまして、大項目4、新しい那覇空港の整備について、議長休憩。休憩とします。再開いたします。新垣新太議員。はい、この那覇空港、新しい那覇空港の整備についての那覇空港中長期構想についてです。これ、那覇空港拡張整備促進連盟経済界が、描いた、構想でございます。そこで今、第一滑走路とまず第二滑走路の真ん中をまず埋めてほしい。で、その中でこういう、この経済界が世界最高水準の那覇空港を作りたいと、これは当時のジャハナ副知事にも、4年前にもこの、構想をですね、ちゃんと提出をしています。そこで伺います。部長、このまずは
第2と第3を埋めて、このような構想に関してですね、県の取り組み、そして国との連携、どのような形で、取り組みがあるのか、まず部長の見解聞いて、また知事の見解を伺いたいと思います。金城敦史企画部長。はい、お答えいたします。那覇空港ターミナル施設の新設等の空港整備については、コロナ前に那覇空港拡張整備促進連盟から中長期構想として具体的な提案がなされているところです。現在那覇空港の旅客数はコロナ前の約9割まで回復していることから、今後航空需要の増大により現在のターミナル施設が中長期的に共愛化すると考えております。このため国内外の旅客ニーズを踏まえながら、国や県内経済界関係機関と連携し、ターミナル施設の新設等について意見交換を進めてまいります。新垣新太議員。はい、前向きな答弁ありがとうございます。さて、知事、やはりこれ早く一日も早く知事を先頭にこのような構想をですね、経済界や関係各位と国とも連携して、やはり観光客がたくさん来てほしい、また世界最高水準のこの空港を作ってほしい、そういう形で知事はどういうスタンスで、私はこれ急いで頑張っていただきたいんですね。国とも連携を図って、そこで知事の見解を伺いたいんですけど、見解を持っています。玉城デニー知事。那覇空港は、沖縄県の空の玄関ですし、アジアに向けての玄関でもあるゲートウェイであるというように認識をしております。経済界からこのような将来計画、第一滑走路第二滑走路の間に埋め立てを行い、またさまざまな施設を建設してほしい、そして、世界を目指す空港にしていただきたいという要請があるということも承知をしております。合わせて、先ほど部長からも答弁をさせていただきました、この施設の新設や、それから周辺の道路の状況、それから那覇港の返還跡地の利用等を含めて、おそらくこれは空港だけではなく、周辺と一体となった臨空臨港型の経済振興を図る意味でも非常に重要であるというように考えておりますので、引き続き関係者の方々と真摯に意見交換をしてまいりたいと思います。新垣新太議員。意見交換とか密な連携は進んでいるとお聞きしています。もうやはりここはもう政治力はうまく発揮して、前向きに 国に対してですね、知事設計図面も書いて、でしっかりとした形で補助申請に向けてこれを具体的にしていくって、やはり知事が先頭にですね、動かないと前に行かないって感じてるんですよ。その件に関して知事、改めて伺います。もう意見交換のは、ある程度出来上がってると思うんですよ。具体的に前に進めて、国に補助申請に向かった動きを知事、玉城県知事でやるんだっていう形で頑張っていただきたいですけど、どうですか、知事。玉城デニー知事。はい、議員の熱意も非常に、嬉しく思いますし、この大きな計画をですね、空港だけにとどまらず、そこから、伸びていく道路も産業基盤など、さまざまな方向性も見据えながら、ぜひ、具体的にまとめられるよう、さまざまな情報収集していきたいと思います。新垣新太議員。早い結論が出て、早くスピード感を持って、このような世界最高水準の那覇空港を気づいていただきたいということを知事強く求めます。休憩します。休憩でします。再開いたします。新垣新太議員。はい、大項目5、平和記念公園隣接地の不法投棄ごみについて、令和5年9月定例会でも質問しましたが、令和6年新年度予算にごみ撤去費用をつけるべきだと考えますが、知事の見解を伺います。田山和弘環境部長。はい、お答えいたします。平和記念公園隣接の不法投棄ごみにつきましては、これまでボランティアによる回収作業では安全性の確保が困難であることから、
行政として各種法令に基づき、どのような対応が可能か、町内関係方の会議と、糸満市と意見交換を始めたところでございます。県としましては、引き続き関係機関との調整を進めまして、今後決定します県としての方向性や取り組み内容に応じまして、必要な予算措置について検討してまいりたいというふうに考えております。新垣新太議員、はい、検討してまいりたいと、ありがとうございます。そこでですね、再度質問します。連絡調整会議に、この専門家も踏まえていますが、足場、問題は磁気探査はいるんですけど、足場もしっかり撤去しないと、これ、前に行かないと、磁気探と。で、それ重ねた形でですね、この調整会議に、メンバーとして入れていただきたいんですよ。その考えはありますか？伺います。多良間和弘環境部長。お答えいたします。先ほど答えましたとおり、今現在、我々としては各処方例を踏まえまして、県としてどういったことができるのかということを検討しているところでございます。で、その検討内容に応じましてですね、具体的な中身というものが見えてきましたら、当然のことながらその工法でありますとか工事の進め方、そういったものについて、専門家の意見も聞いていくということは想定しているところでございます。休憩いたします。部長、ちょっと私が言いたいことはですね、連絡調整会議って分かりますよね、これ、ゴミ収集するときに、そのとき、磁気探とかも入ってるんですよ、専門閣議が。で、大事なものが入ってないってことを付け加えて、メンバーに入れてくれってことだけな話なんですね。そこはしっかりしないと前に行かないんですよ。ただもう足場入れるだけなんですよ、もうこれ、メンバー見る限り。きれいに前に行くんですよ。だからそこを聞いてるんですよ、端的に聞いてるだけなんで、改めてちょっと答弁、全然違うなと思ってるんで、伺います。再開いたします。多良間和弘環境部長。はい、まずですね、このゴミの不法投棄につきましては、廃棄物処理法上の話で言いますと、当然のことながら不法投棄者が、まずは責任があります。で、この不法投棄者に、確知できない場合、確定できない場合につきましては、土地の管理者が、その撤去等を担うことになります。で、そういったことでもできない場合に、例えば行政が代執行という形でやることになるんですけれども、そういった場合におきましても、一般廃棄物については市町村が、で、産業廃棄物については県がという形になります。で、この代執行をやる場合にも、さまざまな措置命令とかの手続きが必要になりますし、誰に対して措置命令を出すのかということも、いろんな法的な整理が必要になります。で、そういった法的な整理というか、そういったものを踏まえまして、県としてどういった形でこの不法投棄のごみの撤去なりができるのかという方向性なり、そういったもの、具体的なものを決めまして、その中で今、議員がおっしゃるような、具体的にどういうふうに動くかというときに、専門家の意見とかそういった部分も必要になると思ってますので、そういったところで、この専門家の意見も聞いていきたいというところでございます。新垣新太議員、はい、分かりました。実はもう60年前のラベルのビールとか、そういうものがそこにあるんですね。実はだからもう県も市も早く協議して、早くきれいな形にして、世界中からこの遺骨収集ができるようにぜひ頑張ってほしいんですよ。ちょっと私は地元なもんですから、激しいという形で見てるんですよ。遅いな。だからぜひ頑張っていただいて、力強い形で糸満市と連携図っていただきたいですね。やはりここは政治決着が必要ですよ。知事、糸満市長ともこの件に関して向き合っていただきたいんですよ。知事からこれどうするかと、政治決着しようじゃないかと。もう60年前からずっと昔の人から聞くとずっとあるよと、こういう感じなんですね。聞き取りした地域住民からも、ぜひこれきれいな形で、戦後処理はまだ終わっていない、戦後処理を進めたい、遺骨収集するために、ぜひ知事どうですか、糸満市長と向き合っていただきたいですけど、知事を先頭にどうですか、いかがですか。玉城デニー知事。これからの経緯につきましては、先ほど環境部長から、説明をさせていただいた、通りでございますけれども、当然私も、折あれば市長とこの件についての意見交換を重ねていきたいと思います。新垣新太議員、ぜひ早くきれいな形でできて、戦後処理、遺骨収集ができるように知事頑張っていただきたいということを強く求めます。休憩します。休憩します。再開いたします。新垣新太議員。続きまして、来る沖縄県議選挙について、括弧1、県内の期日前投票の設置状況はどうなっているか、県選挙委員会から、期日前投票の増設に向けて、
市町村に対して指導助言を行うべきでないかを見解を伺います。遠山直之選挙管理委員会委員長。答えいたします。まず前段の方の県内の期日前投票の設置状況についてお答えします。公職選挙法において期日前投票所は市町村に1か所以上設置することとなっております。令和4年9月11日に執行した沖縄県知事選挙における期日前投票所は2以上設置している旧市町村をはじめ合計で60か所設置されております。これが前田の方の回答です。それから、増設に向けての指導助言を行うべきではないかという点についてお答えします。期日前投票所の設置は市町村選挙管理委員会が行うものではありますが、投票所に適しておりかつ選挙人の便宜が図られる施設に期日前投票所を設置することは投票機会の確保を図る観点から有用であると考えております。これまで県選挙管理委員会は市町村に対し集客施設等に積極的に期日前投票所を設置するよう文書での通知、研修会等での助言、そして令和4年3月から4月にかけて市町村に訪問して働きかけを行ってまいりました。で、引き続き効果的な啓発により有権者に投票の意義や重要性を呼びかけていくとともに、期日前投票所の設置や移動支援といった有権者の投票機会の確保、投票環境のさらなる向上に有効な取り組みについて積極的に助言等を行ってまいりたいと考えております。新垣新太議員。はい、改めて伺います。期日前投票を増設していない市町村をまず教えてください。休憩いたします。再開いたします。遠山直之選挙管理委員会委員長。はい、お答えします。むしろ増設しているところをお答えした方が早いかなと思います。市部ではですね、6市12箇所増設しております。那覇市、宜野湾市、浦添市、名護市、沖縄市、うるま市です。で、増設してない市を言いますと、石垣市、糸満市、豊見城市、宮古島市、南城市です。で、町村に移ります。町村では3町村7箇所増設されております。その内訳は金町3箇所、座間味村1箇所、竹富町3箇所、県議選の結果ですね。その他の町村では増設してないということです。以上です。新垣新太議員。はい、なるべくは、まずはできるところから申し上げて、県内11市、からですね、増設に向けて動きをぜひ頑張っていただきたいなと思うんですけど、提案したいんですけど、市町村においてこういった県の指導助言を行っているけど、市町村においては人手不足だと、それをどうカバーするかって、アルバイトの形は市町村をお願いしてもなかなか足りないっていう市町村の声を伺っております。で、それを改めて伺ってですね、県の職員から出向等で賄うっていうことも、県選挙委員会は検討すべきじゃないかということを提案したいんですけど、いや公務員法とか地方自治法とかそういった兼ね合いもあると思うんですけど、その件に関して検討すべきじゃないかと思うんですね。投票率を上げるために努力すべきじゃないかという観点から改めて伺います。
遠山直行選挙管理委員会委員長。選挙管理委員会でお答えできる範囲でお答えしますね。公職選挙法において投票事務は市町村選挙管理委員会の事務とされております。で、期日前投票所の設置にかかる人員についても一義的には市町村の責任において確保されるものと考えられております。なお、人件費等の期日前投票所の設置にかかる経費については選挙人の投票所の数などを基礎にして算定した金額の範囲内で設置措置されることになっております。また、投票機会の確保につきましては期日前投票所の設置だけじゃなく車両を活用した医療期日前投票所や既存の期日前投票所までの移動支援などの取り組みが可能であることも市町村に周知するなど投票環境の向上に向けて引き続き働きかけをしております。ただ、この人員派遣につきましては選挙管理委員会そのものにそういう人員がいるわけじゃありませんので、これは県の総務課にお聞きいただければと思います。新川健太議員。改めて伺います。総務長、今選挙管理委員長からも伺いました。やはりまずは県内自由市から期日前投票を増設してほしい、県の職員から出向等で投票率を上げる努力を頑張っていただきたいんですね。その件に関して、ぜひ進めていただきたいんですけど、部長の見解を伺います。宮城総務総務部長。はい、これまで、市町村への職員の派遣あるいは人事交流等を行ってきましたけれども、市町村の場合は市町村が抱える行政課題の解決や重要プロジェクトの推進など、個別の要望をいただいた上で検討してきたところです。コロナウイルス対応ということもあって、欠員がだいぶ増えている状況もございました。これらも踏まえた上で、検討しなければなりませんが、今現状では派遣する際にはその必要性をしっかり吟味した上で、必要性も吟味した上でですね、派遣することとしておりますので、一斉に市町村に人職員を派遣するというのは今厳しい状況ではございます。新川健太議員。ぜひですね、投票率を上げる観点から知事、今部長の答弁厳しいというはっきりそういった答弁があるんですけど、上げる観点で県の職員の力もお借りして執行させてですね、ぜひこういった努力も投票率を上げる努力も県として、この来たる来年6月の県議選ですね、頑張っていくべきでないかと思って、検討すべきでないかと改めて知事の見解を伺いたいと思います。玉城デニー知事。選挙においては有権者の方々のその投票の権利を保障する意味で、さまざまな形でその投票への呼びかけをそれぞれの市町村、県選管などで行っていただいております。先ほど総務部長からもありましたとおり、引き続きそのような投票率の向上等、あるいはさらなるその投票所の増設等についても情報収集してまいりたいと思います。新川健太議員。県の職員が出向いてです、出向出向いてですね、投票率を上げる努力を頑張っていただきたいということを強く求めます。議長、休憩。休憩いたします。よし、はい、再開いたします。新川健太議員。はい、我が党との代表質問との関連、中川清樹議員が述べた代表質問の中で大項目1括弧6の アの普天間飛行場代替移設事業にかかる今後の対応についても関連して質問いたします。まず1、普天間飛行場代替移設事業にかかる今後の対応について知事はどのように責任を取るのか伺います。玉城デニー知事。お答えいたします。埋め立て変更不承認処分にかかる国の代執行は、地方公共団体の処分権限を国が奪うという地方自治に対する最終的な介入手段であり、沖縄県の自主性及び自立性を侵害し、辺野古新基地建設に反対する多くの県民の民意をないがしろにするものであります。私は引き続き政府との対話による解決や、全国知事会と連携した働きかけによる国の最低的関与の見直しなど、辺野古新基地建設問題
の解決に向けて責任を持って全力で取り組んでまいります。新垣新太議員、最高裁でも負けて、また国から代執行を求める訴訟の問題で、12月20日にですね、また代執行の問題で、もう最高裁で負けたら、間違いなく12月20日も負けるっていうのも決まってます。その中で、今までこの基地問題における裁判費用等、総額でおいくらになりますか、伺います。休憩いたします。再開いたします。玉井雅人知事公室長。はい、お答えいたします。辺野古新基地建設問題にかかる訴訟対応のため、令和5年11月12月1日までに県が支出した総額は、2億4385万7625円となっております。以上です。新垣新太議員。はい。わかりました。もう非常にですね、この問題に関して県民がもう大きく二分しています。で、先の、9月定例会の代表質問の中でですね、東間盛夫議員の質問がありました。知事は、辞職して辺野古に関する選挙をもう一度行うことはどうか。で、知事はその中で、答弁の中で、そのようなご意見も私のところに届いています。届いてます、おりますので、あらゆることを含めて検討中でありますと知事は答弁をしています。改めて伺います。そこの中で今世論の中でですね、この署名を3万人集めて、知事選を行おう、沖縄県民のために辺野古移設問題を終わらせるための県知事をしよう、そしてまた、いろんな形で聞こえますが、何が真実で何が事実じゃないか、まあ、与党議員も、どういう対応なのか分かりませんけど、知事、来たる来年6月の県知事選ですね、もう一回リセットする形で、この基地問題の責任を取ってですね、知事、県議選と知事選を同時開催すべきでありませんか、責任というのは、僕は責任というのはこういう責任だと思うんですね、知事。2億4000万もかかってきた。で、県民の考えもこれだけ二分してきた、裁判もすべて負けた、また自民党の中では、不適切な業務、会計処理の問題もある、もう一度今、職員の皆さんも元気になるために、選挙を開いて、改めて県知事選に、県議選挙に県知事選をダブル戦でですね、民意を問うべきではないかと、私は強く思うんです。知事は、あらゆることを含めて検討中でありますと述べていますので、ぜひ私は来年の、まあ、予算もありますので、新年度予算も、県議選に県知事選を同時で行って、おそらく投票率も上がりますよ、先ほどの選挙管理委員会も喜ぶと思いますけど、60% ぐらい上がると思いますよ、そのぐらい、沖縄の政治を注目するように、沖縄の未来を語れるように、もう一度民意を問うべきではないかと思うんですけど、知事、伺います。玉城デニー知事。選挙についてのご意見など、さまざまなご意見があるということは、いろいろ側聞をしておりますが、しかし、私がその次の県議会議員選挙に合わせて、選挙をするかどうかというようなことについては、ご意見として承りたいというように思っております。新垣新太議員、ご意見として受け止まりたい、前の議会ではあらゆることを含めて検討中であるというのも解釈として、ぜひ知事、来年の県議選に知事選をダブル戦で、そしてまた基地問題がどういう審判になるのか、私は暮らしと経済をもっともっと良くしてほしい、でそこで誰が新しい知事が出るか、現知事なのか、そういうこともこれ私の質問でありますが、県民にはっきりさせようではありませんか、知事。ぜひ沖縄の政治を、もう一度リセットして行ってほしいということを強く求めて、来年の県議選、知事選、ダブル選を求めて、私の
強く求めてですね、私の質問を終わりたいと思います。質問が無事終わりました。ありがとうございました。どうもありがとうございました。